18日の金曜日、この日にですね、皆さん大好き護衛艦加賀がドックインしたという話を聞いたんで、藤原さんとしてはこれは絶対見に行かなければならないだろうと思いまして見に行ってきました。藤原さんが住んでる広島市内から呉まで車でだいたい1時間ぐらいかかるんですよね。これがどういうことを意味しているのかと言いますと、帰りにも1時間かかる。これは当然ですね。で、呉市内をね、ちょっと写真撮るのにブラブラしてたら、やっぱり1時間ぐらいかかるわけですよ。都合3時間。翌日、仕事があるにもかかわらず、お前さあ、3時間もブラ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 何やってるんだよ、みたいな話なんですけど、仕方がないです。藤原さんはアホですからね。それは仕方がないことなんですけど。で、ね、歴史の見える丘、あそこの先にある歩道橋の上から、加賀を見ますと、ね、船体自体は大体ね、綺麗な感じがするんですけど、やっぱり喫水線から下のあたりはね、汚れてるんですよね。やっぱね、2ヶ月、8月の末から10月の末ぐらいまで、インド洋で演習やってましたんで、香川。で、その影響かな、みたいなことを思ったんですけど、で、藤原さん、アホですから、翌日の19の土曜日、あれの夜も、香川を見に行ってきたんですよ。そしたらですね、汚れてた喫水線から下がね、ある程度綺麗になってるという。わー、ジャパンマリンユナイテッドの人、すげーとは思ったんですけど、この前いうか、ね、ある時にちょっとね、ジャパンマリンユナイテッドの人の広報の人が、言ってたんですけど、この会社は完全週休2日制だ。あれ？今日土曜日じゃん。土曜日なのに仕事したの。あれ？完全週休2日制って言ってなかったかなってなことをね、思わなくもなかったですね。まあ、本音と建前じゃないですけど、いろいろそこら辺はあるので、深く突っ込まないことにしたいと思います。で、加賀には限らずなんですけど、護衛艦がドックに入居するときっていうのは、入居してるときというのは、周りのドック内がライトアップじゃないですけど、照明で照らされるんですよ。まあね、これ護衛艦ってなんだかんだ言いましても、防衛機密の塊ですから、ね、変な不審者とかなんとかに侵入されては困る、という次第で、実は、ドックの四隅に24時間体制で、スナイパーの方をね、配置しまして、で、不審者が寄ってくると、音も立てず、射殺するという、そういうことが行われてるわけなんですね、実は。で、やっぱしね、照準をつけるにあたって、やりやすいように、ね、そのためにライトでこうやって照らしている。わけはないんですけどね、実際。うん。でも、やっぱし、ね、不審者の人に近寄られると困るので、ね、ライトで照らして、で、監視カメラで24時間体制で警備してるわけなんですけど。うん。でも、やっぱね、綺麗なもんですよ、おかげで。よく見えます。映えます、夜に。以前、この場所からね、護衛艦の船底が見える、防衛機密、ダダ漏れじゃないかみたいな記事を、駆け出しの軍事ライターみたいな人が書いてたんですけど、ね、見られてやばい場所は、ちゃんと隠すわ。ね、緑のネットをつけて隠すわ。ん？ここにですね、2017年12月に加賀が特訓した時の前回特訓した時の写真があるんですけど、やばそうなところは、ちゃんと隠れてますよね。
で今回はというとこれは隠れてる、絶対に隠れてる、ね、清い心の持ち主だけにはきっと隠れてるように見えると思います。はい。